田中ワークス。田中ワークスは、日本の遊技銃メーカー。他社用の木製部品の製造から業界に関わり、東京 CMC 社の廃業時に、同社の金属製、モデルガンを受け継ぐ形で、本格的なトイガン製造販売を開始した。モデルガンのようなリアルな構造や、形状の再現が特徴。他社が、モデルアップしない、独特のモデルや機構を製品化する傾向が強く、 革新的なガスリボルバーシステム、ペガサスで確固たる地位を築いた。エアソフトガンの黎明機に、ブローバックガスガンを実現した、最初のメーカーである。ブローバックシステムの主流が、アフターシュートからプレシュートに移行した後は、ウエスタンアームズとの提携で、マグナブローバックが主流になった。しかし現在では、ペガサスシステム搭載のリボルバー、ボルトアクションライフルが主流になりつつある。 かつては、ハイパワー傾向が強く、長物の主力であるガスボルトアクションライフルシリーズなど、無改造状態でも、0.2g の 6mMBB 弾の初速が、秒速 100m を軽く超えてしまうという事態が、発生していた。しかし、この問題は2006年の重刀法改正により、解決されている。2008年現在の社長は、田中幸本。古くは、 田中木工として、実中、モデルガン用の木製ストックの製造を手掛けていたことが知られている。そのため、木製部品を使用した製品や、純正の木製グリップが用意されていることが差は、モデルガンの試作、製造、販売で知られる六県の六人部投資との関係が、古く、近年氏が没するまで、製品試作の多くを依頼していた。初期のガスオペレーションモデル。 ペガサスシ,システム、ガス式、ボルトアクションライフル、カシオペアシステムも、市の試作による。オートマチックハンドガンでは、グロック17系、シグサウアー P220、P226 系、そして H&K アスプを発売している。外観や内部構造のリアリティと発火性能を、高次元で両立させているが、発売初期の頃は、 重心の耐久性に難があり一度も発火させていなくてもひびが入ることすらあった。発火を楽しみたいファンの中には予備の重心をあらかじめ何本か注文して破損に備えユーザーもいたが現在は材質や設計の見直しをされており以前よりは耐久性を向上させているもののグロック17など一部モデルでは未だ解決されていない脆弱な部分もあり ユーザーが独自に強度の向上を施している例も多く見られる。リボルバーでは、ペガサスシ,システムのガスガン製品をベースにモデルガンとして、転用開発した製品を発売している。現在までに、S&WK フレーム、M19、M66 など、N フレーム、M29、M1917 など、コルト I フレーム、バイソン、コルト D フレーム、 ディティクティブなどを発売している。これらの製品が登場した背景には、ペガサシステムがシリンダー以外の部品構成が実中に近い、モデルン前としたリアルなものであったため、転用開発とすることでガスガンに比べ販売数少ないモデルガンでも、開発コストを抑えられるメリットがあったことが大きい。長物では1980年代に中田商店名義で発売した99。 石炭小銃をはじめ、旧日本軍の小銃、38式、2式など、機関銃、100式などを発売し、現在でも少数ながら生産を続けている。また、不定期に CMC から金型を引き継いだ製品、M1 カービン、モーゼル 98K なども発売することがある。画期的な機構であるペガサシシステムの成功により、 商業的に困難と言われていたリボルバー型製品の新規開発を続々といった。コルツ、スミスウェッソン、スタームルガーなどの知名度の高いメーカーモデルを意欲的に製品化し、バレル調、素材、表面仕上げの違いで数多くのバリエーションを生み出している。スミスウェッソンの商標使用権を得ている。また、精密な寸法、部品精度、 金属部品を多用することによる重量の増加、実重に限りなく近い内部構造などにより、スミスウェッソン製品のリアルさでは他社の追随を許さない。スミスウェッソン社製の実重用グリップを無加工で装着できる。前述のペガサスシステムとは、カート式と比べ2倍以上の相談数と連発時の初速の安定さを誇る。概要で述べている通り、 ガスの圧力でスライドが交代するブローバックガスガンを実現した最初のメーカーである。グロック17系、シグサウアー P220、P226 系、H&K アスプやモデルガンのラインアップにはないブローニングハイパワー、ルガー P08 等がある。現行モデルではウエスタンアームズのマグナブローバックの旧型を使用している。しかし、構造、 部品制度などの問題からガス漏れを起こしやすい傾向があり、技術的上級者向きであった。現在ではガス漏れしにくい R タイプマガジンや V タイプマガジンを採用している。2008年にカシオペアシステムのある独特な機構のガスリボルバーを開発、販売したところ、これが警察によって実銃として認定され、同社が捜索。 社長が逮捕されるという事件が発生した。これは、同社が開発したペガサシステム、シリンダー内にガスタンク、放出バルブを、内蔵を、発展、改良したものである。カシオペアタイプは、カートリッジの中にガスタンク、放出バルブを内蔵した発射機構を持ったものであり、重工側から、撃鉄の非常に弱い力を加えることによって発射する機構であった。 設計者は実弾を発射する機能や高圧炭酸ガス充填による高発射速度化性能、場合により違法を持たせないため、といった対策を行った上で、日本遊戯獣共同組合に対し、新規カテゴリーとしての検討を依頼した。しかしアスグックでは、過去にも日本で問題となった。 密造薬莢に対する懸念が払拭できず、バルブ開放の打撃力を可能な限り弱めて欲しいといった提案は言ったものの、認可は見送られた。そのため田中は、提案を取り入れた上で、業界団体の未認可の状態で、カシオペアシステムを搭載したガスガンを発売した。製品を入手した科学捜査研究所は、この機構でも発射できるよう極めて特殊な構造である。 銃弾を試作し、カシオペアシステムを搭載したガスガンでの発射ができることを確認。実銃と同等の殺傷能力、厚さ4ミリのベニヤ板を6枚貫通ができるほどを有しているとして、組織犯罪対策5課が銃刀法違反容疑で同社を固く捜索し、在庫分約810兆を押収した。当該製品の販売は中止となり、 すでに出荷されていた薬船長も回収に追い込まれた。カシオペアシリーズの所持は、銃刀法違反となるので、警察でも所有者に対して、提出を呼びかけている。この事態に、田中側は大幅に反発。社長は、マスコミの取材に対して、常識的に考えて、実弾を発射できるほどの耐久性を有していない、プラスチックの銃が実銃であるというのはおかい。 お客さんに夢を与えるガンを作っただけ、業界団体の認証を受けていないが、他社でも認証を受けずに発売している例があり、認証を受けていないことをもって咎め立てされるはおかしい。この野ガンで発射できるような、常識であり得ない機構の実弾を作る方が悪い。ガン以外のものを作った覚えはないとの趣旨の発言を行った。しかし、12月2日に、同社社長は、 警視庁組織犯罪対策5課によって当社が業界団体により自主検査を受けないままエアガンの販売を行ったのは悪質と判断され、銃刀法違反、拳銃所持の疑いにより逮捕された。なお、改造を受けていないエアガンが拳銃と認定され、製造業者が逮捕されるケースは今回が初めてである。2008年12月22日、東京地検は 同社社長を釈放したと発表した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。